番組部門ではテレビ教養番組として CBC テレビ制作のドキュメンタリートるなトれ罪と少年とケーブルテレビが全国優秀6作品の一つに選ばれました窃盗事件を犯した少年が愛知県のケーブルテレビ局に雇われることになり支えるプロデューサーや戸惑うスタッフなど周囲と少年の葛藤を記録した番組です また、テレビ・バラエティ番組ではハートフルワールド特別編が優秀6作品の1つにさらに特別表彰部門放送と公共性でトレッド賞に関する一連の報道活動が優秀を受賞。 学校や劇場とも連携し、トレッド症について広く周知した継続的な報道活動が認められました。一方、ラジオ教養番組として CBC ラジオ特集20年目が優秀と認められました。